皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。メトロイドドレッド、多分今日が最終回となります。どうぞよろしくお願いします。さてマップね、見てもらったらね、フェーレニアだけまだアイテム集め終わってなくて、他のハヌビア、ガボラン、エルン、ダイロン、バルエニア、アルタリア、カタリス、全部アイテム 100% です。今回の動画ではね、フェーレニアのアイテムを全部収集して、もう一回ラスボス倒して、ゲットできる最後ギャラリー見て終わりにしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、なんかいきなりアイテムゲットできました。ミサルタンク。なんかめっちゃ普通に置いてたけど、今。左側だね、マップ的には。なんかまた1点、1個 7% だからね、進んだのが。かなり取ってないアイテムがあるっぽいですね。まあまあまあ、ノリで、なんとかやっていきましょうか。よし。それでは、どんどん探索していきましょう。まず、マップのね、まあ、上から埋めていく？ここ、ミサイルタンク。これ、クソむずいやつだった気する、これ。まあ、むずいのからやった方がいいな。世の中、そういうもんだよ。いや、でも、道中にあるんだ。ここ光ってるから、こことここ取っちゃおうか。じゃ、まずね、光ってる、ここかな？最初は。よし。ほい。お、いきなりなんか隠れてるやつ、ダウン！ボム置いときまーす。さあ、ぶっ壊しして、スーパーボム、パワーボムタンク獲得、14個です。全部で15個なのかな、このボムタンクって。ねえ、わからん。さあ、次、ここのエリアか。ここのエリアでなんか取るのがあるっぽいですね。ちょ、お前。ねえ。よし。チェック！む。わからんぞ。どこだ？で、あいつ倒してちょっと進んでみようか。どこだ？こっち。あ、ここだ、ここだ、ここだ。ちょっと取りましょうか。で、ボーン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 。ちょっと上がっていきましょう。ボーン、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 ってね。やばい。今、破壊したけど、急げ、急げ、急げ、ダメだ、これ。これでも壊そう。ウルトラスーパーパワーボム。楽できるね。ミサイルタンク入手。よし。世の中楽できた方がいいわ。間違いないね。さて、これで、今のめんどくさそうなやつ2つ取りました。もう 42% です。初期値 21% だったから、もう倍まで増えました。すごいペースですよ、これは。ここなんか左もなんかあるけど。わーっと。ねえ。ほい。ねえ。さあ、ボムで道作って、ちょっと行ってみましょうか。行ったことないとこですね、ここは。わー、いっぱい落ちたんだけど。待って、アイテムが隠されすぎてる、ここのステージ。冗談抜きで。隠されすぎてて意味がわからん。あれちょ、だけど、上のはミサイル取ってねえのになんかここまで来ちゃったんだけど。待て。一回落ち着こう。一回落ち着いて先にここのミサイル取ろう。隠し方がなかなかにね。いやらしいですね、これ。まあまあ、普通にこうやって行くんでしょう。ちょっと待って。もうそこ破壊して、よし。さあ、これで取れるかな、ここのアイテムは。よし、さあ、ミサイルタンク入手。まあ、普通に置いてたアイテムでしたね。なんか今回のエリア、あれだね、なんか、マジで探索不足っていう感じ？純粋にアイテム、隠れてるのが少ないよね、なんか。おーい。だからめちゃくちゃ楽できるよね、なんか。楽できてる。楽できてんのかな？ここ多分なんかあるぞ、ここ。これさっき見えてたなんか反対側のミサイルだ、これが。ここにあるのかね。よし。こういうやつは、やばいボム。ドーン。これで終わり。いや、パワーボムが強すぎるわ、マジ。はい、ここも OK かな、これで。よーし、お疲れさーんす。さあ、アイテム収集率 57% ですね。だんだんと、もうすごい勢いで、で、アイテムが集められてます。さあ、そこに見えてるのかね、なんかまた、いいやつですね。体力増えるやつ。ん？出ていくんだ、そこ。なんだ、お前は。ちょっとな。なんだ、お前は。待て。あ、やっぱもうめんどくさいやつ来たか、ついに。ついにむずいの来たぞー、これどこでダッシュを稼ぐんだ、これ。そういう、それ探すゲームやから、どこでダッシュを探すか。ここなんか怪しい。走れる、走れる、走れる、走れる。
ここだここだ、絶対行きまーす。うおー、ダッシュしてスライディングして、あれでもそういうことだよね。ダッシュしてスライディングして、あー、でもなんか、でも分かる、分かったよな、みんな多分分かったと思う、みんなはね。もう一回行きましょう。ダッシュしてスライディングしてジャンプして貯める、でここを通っていって、通って通って通っていって、ユレッドー、うまくね、うまくね、もうノリでできるようになったぞ俺、こういったプレイング。 You の No でしたね。 You の No、 You の大だら、イエス俺大だらやったやった、順調すぎて嬉しい。さあ、これ行ったことないとこ行きましょう。寒いとこね。俺上のさ、これ取りに行こうとしてたんだけど、なんか順調に下行ってるな今。まあいいや、下から行こうか。ね、なんか残ってる上のやつね、あれクソ難しかった気するから、取り方わかんねえって言ってブーブー言ってたとこだから、確か。ね、いずれ、いずれというか、未来の俺に託そう。ああいうのは。ちょっと待ってな。寒すぎて、わかんなくなっちゃった。えい。おー。さて、ここが開いたけど、ここは別にいいのか。あ、でも下見て、ここミサイルタンクプラスあるから、ここ取りたいね。これもまためためたむずいやつや、また、もう。どうすん、これ。こうやって。ここ走ってくるんだよな、多分、ここ。こう走って、溜めて、やって、あれ、どう？あ、今のなんでダメなの、今の。実質いけたろ、今の。俺昔なんであれ取れなかったんだろう。昔の俺バカだったのかな。えい、ドーン。オッケー、さあ、ミサイルタンクプラス入手。今でも空中でなんかダッシュできたけど、なんでだよ、今の。わかんねえ。落ちながらなんか撃ったけど。壁張り付いてたからかな。なんかたまーに俺の知らない挙動をすることがある。ね。もうクリアして長いこと経ってるのに。ここのエリアもなんかあるね、絶対。まあ、気づいたうちに行っとこうか。さあ、もう 71% ですね。パワーボムタンク、これ取ってないですね。わーお。じゃあ、とりあえず、そこまで行こうか、次は。この辺で上だね。どうやって飛んだ、これ。ウェイ。ミサイル撃っておけ。それで、一回ね、センサー発動。うわ、何があるの、ここ。いいじゃん。スーパーデラックスボム、パワーボム。破壊。よーし、パワーボムタンク、これで15になりました。15あったらもう十分でしょ、正直言って。さあ、行ったことないエリア、ここですね。なんだ、ここは。ここはなんだ、なんもない気がしてきた。あ、なんだ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 って感じ？なんだ、なんだ、なんだエリアか。なんもなかったな。さて、あと、多分アイテム的には何個か。数個ってとこでしょうか。行ったことなさそうなエリア、ここの下の方。ちょっと表示されてないところと、あとマップの、右のとこかと思ったけど、もうないな。あと、ここが光ってるの。うん。よし。じゃあ、ちょっとね、ここのマップ探索しながら、あ、ここも行ってないな。探索して、ちょっとマップ埋めましょうか、最終的に全部。お！さて、マップで行ったことないところまで来ました。ここは何もなかったんだけど、この上だね。さあ、ここ。待って、一応でこれやっとくわ。光あれー。で、ここを通っていきまして。いや、でもなんもないか、ここも。困ったな。意外とアイテムが見つかんなくなってきたな。ん？ここ、あ！光ってるな、ここ。こことここだ、アイテム。よし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 。取りに行きましょうか。ここの左の上。あ！これで行くとこか。まだ行ったことないとこだと思ったんだけど。ちょっと待てよ。で、どうなってるこれは。ボン、なんか全部壊れたんだけど。逆にしんどいな、それ。そこまでやられると、えい。あそこのボムもちゃんと壊さなあかん。うわ、だる、これむず、だる、むず。ほい、よし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 。ここでこうやってピッて引っ張る。どうじゃい。さあ、できたで、道。あれ、できたけど、あそこまで行かなあかんのか。まあまあまあ、でもさっきと同じ要領で、ペッてボム置いて。ほい。よし、入れた！よし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 。
いや、地味すぎた。地味むずすぎた、これ。一応、こんな別にやらんでやろうけど。やっとこうか。む、こっちとこっち。どっちがここ合わせる。おおよし。さあ、これでエネルギーパーツ獲得。最大体力バカ増えたね、今。無限大じゃん、こんなの。ねえ。やったぜ。さあ、これで、獲得できました。85% です。さあ、残ってるアイテム、多分、こことこの左上で、ラストかなと思います。なんだかんだ言って、俺、ねえ、もう、マップ見る力も、このゲームで手に入れてて、なんかもう、完璧じゃない俺。もう、すべて完璧になってしまったわ、俺。自分が怖いね。さあ、アイテム隠されてるところ、あそこだ。あそこどうなってんのこれ。わかんねえが、とりあえずボム置くか。でーい。困ったら怖そう。なんか全部下壊れたけど。どうなってんのあれ。どこに通じてんのそれ。ねえ。そこになんか空洞あるけど、どうやって行くのあそこ。で、誰か案内してよ。え？マジでこれどういうこと？マジでどういうことだこれ。おー、危ねえよ、お前。え？どっから行くんだこれ。ああ、ここからか、じゃあ。あ、しかもパワーダッシュ、スピード、加速状態でいかなあかんっていう。若干めんどくせえ仕様やし。しかもそれどうやって加速するかわからへん。これいけるかな、ギリギリ。あ、いける。ギリギリのギリに届く距離は行きましょう。はい。ふい。で、溜めてボールになって、ダーンって感じ。オッケー。スバピオですね。さあ、ここまではいい。で、また続く。それは無理だよ。いや、いけるけどさ。はい。じゃあ、敵邪魔やで。ここも地味ムズやな。ほら、こうやって、スライディングして、あ、待って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 。おぉ。こうして入ってからの、ゼッツ！ワオ！今のいいね。あ、出てきた。よいしょ、サミサイルタンク入手です。はぁ、地味ムズだったな、今の、ほんと。地味ムズ。まあでも、今までね、攻略してきたところがあるのでね、そこら辺は全然楽勝でしたね。さあ、多分これが最後の1個ですね。取りに行きましょうか。最後の、あやー、これ、覚えてる、覚えてる、覚えてる。これ、くっそむずいとこだ、くっそむずいところ。ね。これはね、どうやって取るのかってところなんだけど、この上だよね。これマジどうやって飛んだってレベルだよな。改めて見ても、改めて見てもやばいな、これ。うわお。いや、無理だよなこれ。だからおそらくだけど、ダッシュで溜めた状態で即打ってスライディング、いや、スライディングしちゃダメなのか。でもスライディングしなきゃ。手前の方です。壊して手前の方でスライディング、うわー、むずすぎる。だから手前の、おお、壊して手前のでスライディングして、ボムを置いて飛んで、ボム置いて行って、ここでビュートーン、あ、ボムで破壊してからビューンっていく感じ。いや、無理でしょ。絶対時間足んないでしょ。理論は OK、 行きましょう。で、一回やってみよう。一回その理論は果たして通用するのか。で、うわー、無理。一個分かったことがあって、ねえ、スライディングはいらないですね。丸くなった方が早い。間違いない、これは。もう、だから丸くなってやって、いい感じでボム、うわーってやって、こうやってドーンっていく。ただ、時間が間に合わない。やり方合ってるのかちょっと不安になるってとこですね。今の俺の困惑は。でも、これが合ってると思ってやらないと、ねえ、間に合わないですね。あ、間に合うかもしれん。いった、いった。意外といける。いけた、いけた。うわ、マジムズかよそれ。ミサイルタンク10きっと。見て、みんな、これでついに全エリアアイテム 2000% 達成です。ね、 2000% って。いや、やっとできたよみんな。これメタしんどかった、ここ。いや、でも、ついに俺は成し遂げましたね。さあ、これで、次はもうラスボスに挑みましょうか。ラスボス、もう、すまん。
みんなラスボスワンパンで倒してしまっても構わんか。さあ、あ、じゃあ今からねボス行きましょうか。ボンと。さあ全ミサイルね、なんと総数275で、パワーボムの数はなんと15、体力のゲージもなんかたくさんっていう状況で、今からラスボス戦行きたいと思います。ラスボス勝てるかな普通に。さあこのムービーはねもう一回見てるので飛ばさせていただきますので、皆さんね気になる方は最終回ご確認ください。いきます、ボス戦だー。どうやって倒すんだったっけ、なんか覚えてねえけど。おっと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 、ダメダメダメ何が効くかもう覚えてらんて。とりあえずこれはパワーボム、よし。うぅ、おら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 、はい、弾いてドーンとね。フライヤー、俺のスーパービーム、ビームラッシュ、スーパービームラッシュ、ビームラッシュ。うおー、待って、ここは弾き飛べ。おれ効いてんのか全然分かれへん。それ何、しゃがむやつやこれ。はい、三角、うーす、効いてる効いてる、よし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 。さあ第一形態はサクッと終わり。いや、なんかいけるな普通に。昔より上手くなってるぞやっぱ俺。はい、第二形態は翼の生えた天使、天使鳥です、普通の。よし、なんかどうやって倒すんだっけこれ、ちょっとミサイルだ食べ方。はい、おぶね、撃った方がいいのかな、撃っても効いてるもんな。もうちょっとミサイルめんどくせえから普通に撃って倒すか今回は。ほいほい、うお、いって、今のクラッチした。そう、突撃だけはよく当たっちゃうねやっぱ。ほい、チャージビーム、はい、全然いいよ。体当たり以外でお願いします。あ、これだるい。よし、ほーれ、体当たりだけはめんどくさい言ったでしょねえ、体当たりだけは絶対食らうねんて。ヒットボイドゲージ丸と1個持っていくし、それ強えよ。よしよーい、さて、いいダメージ、もうめんどく、そればっかやんのずるくねーねえ。そんな、何それ、何する、おい、チャージビーム、絶対ミサイル撃った方が強いと思う。よし、もうええか、そう、指連打するの指疲れてきた、みんな指が疲れる、何点だこれ、めっちゃ疲れる指、やべ食らっちゃった。ほい、びっくりするぐらい指疲れるぞこれ、これ連打って大変だみんな。うわ、危ねえ今の。ほいこれダメージ通ってんのかなそもそも。なんか不安になってきたわ今、ダメージ食らっちゃった。よし、ほい、いや当たってる当たってる、めちゃくちゃ当たってる、痛いし、ミサイル解禁するねそろそろ。ドゥルルルル、痛いよぞお前それ、ずるいぞ。チャージビームする、いいよ、うーん、俺もミサイル撃とう、よし。なんだお前はよ、おう、ドロロロロロロ、16連発すげえ入った今。よーし、さあこれで第2形態も終わり。ミサイルじゃないとダメージ通らないで全然やっぱり。これ指マジ疲れた、検証になるかと思った今連打しすぎて。さあセフィロスからのね。それもぐ意味あんのほんと。で第2形態いきましょうかね、第2形態もね第1形態とほぼ同じなのでノリでいきましょうね。そのブラックホールばっか出すなお前今回の。よし、いや全然、それあ、出た出た、ライジングさん。名前は分からん。近いやだいぶ、はい、おーれ聞いとるだろお前、はい、弾いてー、ひたすらの鬼の連打、鬼の連打、ここは鬼の連打かましていけ、疲れる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 、すげえ疲れる連打。これ連射コンがいる、このこいつ倒すのって。うわ
はい。さて、聞いてマンディ。やべ。さあ、何にする次。またボールね。よいしょ。パワーボムの攻撃は効いてないんだよね、多分だけど。こいつ。知らん、その攻撃。たまに知らん攻撃禁止やで。でもね、体力全然減ってないの。見て、左上。ほら、今むしろ回復したで。えい。さあ、終わるかな、これで。終われー、サムスのラッシュが、君に入る。結構長いね、このムービーも。はい。よーし、そろそろミサイル回帰いきまーす。ドルーン。痛い。めっちゃ減った体力。お前ふざけんなよ。はい。ガキン。ガキンからの食らえ。あっここのシーンやっぱかっこいいよな。何回見てもこの後な。でもやっぱ今やってみて改めて思うと、でこのメトロイドってめちゃくちゃやっぱり1回目むずいけど2回目は簡単になるタイプのゲームだよね。よくある死にゲーの特徴で、すげえ自分が成長できてるっていう体験ができるっていう、やっぱ そこが面白いよね。やっぱね、成長っておもろいんだよね。やっぱどんなゲームでも言えるんだけど、なんかあの時の俺より強くなってるっていう、それだけでね、なんかもうニコニコしちゃうね、みんなさあ、この後の覚醒シーンだ、次はね。サムスのもう一個のフォルム、この後出てくるやつマジかっこいいよな。スマブラ出てこねえかな、次でも次回作。もうスマブラも更新終わっちゃったもんな、ほんと。ここも完全にロマンあふれる展開だよな。スエイハ触ったことでエネルギー取り込んでんだよね、これって。おお。で、この船のエネルギーも全部取り込んで。メトロイドってマジでヤバいんだな、ほんと。そんなヤバいの、メトロイドって。あ、もうこの時点でもう姿変わってる、サムス。さて、ここのシーンだここのシーンってさ、改めて思ったらエミーのシーンに似てるんだよな、ほんと。エミーを倒す時の、迫ってくる敵をやっつける時みたいな感じで、メタメタ好きです。さあ、 X がね、レムビグに取り継いで。 X ってそのものの姿を強大化させる効果ってあったっけ、わかんねえ。やっつけるか、ほら、チャージドゥエーイじゃあな、お前は。また来世で会おう。クラエア。聞いてる聞いてる、めっちゃすごい。近い、来い。近く来すぎ。よいしょ。 X 消滅、レイブンビーフも消滅。 X が取り付いた元となる生物もさ、結局は消滅しちゃうんだよね、 X を。てか、いや、そいつをやっつけると。なかなか X って怖いわ、ほんま。それは惑星ごと滅ぼすのはあかんで。さあ、ここからあれですね、最後にやってきます、脱出ゲームですね。スターシップに向かって走っていくっていうゲームが今から始まります。行きましょうか。出ていくの、スターシップ。どこここかこれ迷子にあるよな、ほんと。よし、うえい。とりあえずこれ壊しながら行きましょう。うっ、楽しい。このシーン絶対楽しいよな。このビーム本編でも使わせてほしい。わかる、みんな X ごと投げ払ってんだよこれ。わかる人はもう見てわかると思うけど、 X 自体も消滅させる。ほら、 X 今消えたでしょ、ビーム打つと。凄まじい攻撃なんだよこれさてさて、こっち側かな、ここの
行けん。左上のここに行かなきゃいけないからまだまだ遠いですね。行きましょう。イエーイ全部壊せる。楽しすぎる、楽しすぎる。全部破壊させてくれ俺に。これ遠回りしていくルート、行くぜ、どんどん行くぜ。ここはどこだ、走れサムス めちゃくちゃだよなこの 歩き方も。よし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 、落ちるところもあるけど全部越えていき。でも脱出パートをさ運よくね一発で攻略できてよかったよね。ほんと俺昔の俺優秀だったわ。さあ一番上までやってきて、どこまで行けばいいんだ、ここの先か。そういや、よしここを破壊して奥行こう。さあここは本編では来れないエリアですね。もうスターシップがあとあるだけのエリア。最初こうすっげえとこに隠されてたんだな。レイブビーグはやっぱサムスを逃がさないために絶対壊せないドアをねそこに設置してたんだよね。ほんとよし、というわけで脱出完了です。久々だったとしても全然うまくいけたね。ドーンドーンタッチ、わからない、なんて言ったやろこんにちは。最後までいい人だった、よくわからない人。 X に取り憑かれてねえ、取り憑かれてもねえ精神を保っていたすげえ人でした。でこれでサムズが元に戻って脱出するという感じでしたね。ピポパピサムスも慣れたもんだよな、もう。うわぁ、その星が壊れる衝撃に耐えられるの、そのスターシップってすごすぎるだろ、この船自体が。はい、というわけでメトロイドドレッドを改めてクリアしました。 GG。 かっこよ、サムスのこのアミーボ、やっぱ俺買おうかな改めてめっちゃかっこよかったわ。さあ最後にこれでギャラリー見て終わりましょうか。はい、というわけでクリアですね。全部完全クリアで9時間半でした。お疲れ、約2時間ぐらいかかったね。で、これでセーブもできて完璧でしたね。おー、あら、さあギャラリーで新しいコンテンツがアンロックされました。見てみましょう、ギャラリー。ドーン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 、全部出たね。なんか下も出てる、なんだあれ。じゃ一個ずつ見ていきましょうか。で、これレイブンビークとエミーか。ね。で、これは、あれ、マグマのとこのボス。なんでクレイドだったっけ、名前忘れちゃった。なんか昔からメトロイドに出てるボスなんだって、これって。ね、超人族がなんか捕まえてるね。で、こいつは何だろうね。何かの研究中でしょうか。ね。で、超人族たちが。え、何これ、超人族たち捕まってなんか鍋みたいなとこに投げ込まれてる。鍋じゃねえか。なんかに投げ込まれて、なんだこれ。どんな状況だ、ねえ。で、こいつ一面のボスだな、こいつ。超人族が捕まえて保管してたのかな。ねえ。で、レイブンビークと、なんか兵士たち。いい人、いい人と悪い人。エミーについて。ねえ。で、金ピカの超人族、強えやつ。そして、サムス。これが特典のグラフィックか、ここ。今回のメトロイドドレッドの、ねえ、なんかイメージイラストなんでしょうか。右の人誰ですか、ねえ。上にメトロイドがいる。ね、戦ったボスとか、ねえ、メトロイドとかの絵が描かれてるやつでした。エミーが怖かったね。今作の特徴はやっぱエミーだったわ。で、ちなみにこのエンディングリワードなんですけど、なんかね、ハードでクリアするとか、何時間以内でクリアするとか、なんかそんなやつですので、僕はこれはやりませんがね、皆さん興味ある方はぜひともやってみてください。
4時間とかでクリアするのかな。まあ、頑張ればいけんじゃないかな。ね。それでは終わりたいと思います。メトロイドドレッド、初めてプレイしたメトロイドシリーズでしたが、バチクソ面白かったです。マジで面白かった。ちょっと過去のシリーズもね、ちょっと近いうちにまたいつか実況していこうと思いますので。で、興味ある方はまた見に来ていただけたら嬉しいです。それでは終わりましょうか。チャンネル登録や高評価もぜひともよろしく。最後まで見てくれてありがとう。またね。おつぽよ。